ドムルトンでーす。今回はクラッシュの電撃が無限になったということについてやっていきたいと思います。で、あとね、もうこれだけじゃ終わんないんだよ。さらに一撃に倒す方法を見つけてしまったんで、うわー、今日はうさんくせーの2倍やーなんて思ってると思うんですけど、いや、俺は今日ね、胸を張って裏技を紹介することができるんですよ。なんでかわかるか。これね、真実 100% で皆さんにお届けすることが今日はできるからな。あのね、普段の動画はどちらかっていうと、まあ本当のことは7割、3割嘘ぐらいで動画を作ってて、まあ尺伸ばしのために嘘ついて10分の動画をギリギリ作ってるみたいなね、感じなんですけど、今日はね、もう久々に胸を張って、もう現実社会の皆様にね、もうお届けすることができるね、これ裏技なんで、今日は胸を張ってね、元気よく紹介していきたいと思います。これね、ガチなんだよ。まあね、これ何かっていうと、あの、クラッシュの電撃って、これ使い切らずに残しておけば、1ミリでも残しておけば、リチャージが速くなるっていうのが、これ追加されたんだよ。だから、無限に鬼ごっこができるっていうのと、あとこいつね、ショットガンが追加されたから、4回電撃当てて、相手の HP20 電撃で削って、ショットガン一発撃つと一撃になる。あ、入ってる入ってる、やばい、お尻の中に入ってる、いったマジでお尻もう切れ死になっちゃうよ。お尻の穴は1個でいいよ、十分だよ。もうそんないろんなところから排泄するつもりないんで、やめてください。あ、ちょ、何言ってんだお前。いや、釣るかこいつ。あ、ちょっと待って、この人イケメンすぎ。いや、もうこれ守護者かもしれん、俺の。いや、任せて、俺が。ありがとう、お前。え、この人後ろか、任せて。このクソ野郎、こいつに試すぞ。いくよ、これ4回電撃やって振り向いてショットガン撃つと一撃になるから。はい、アホしね。おー、これもう朝青龍になっちゃうね。素でさらって暴言が出たね。いや、ワーマイありがとう。いや、ちょっと待って、お隣のこの人めちゃくちゃカバーうまいんだけど、え、俺一生この回ちょっとクラッシュ使った方が、え、めちゃくちゃうまいんだけどこの人。え、てかショットガン強くないこれ。いや、今日はね、もう真実 100% でお届けしちゃってるからね、今日すごくない？俺、電撃を無限に出すっていう技も、俺、本当だから、これみんなに見せる。今まで嘘で稼いでたのか、やっぱ現実社会のガラクタがよとかね、言ったりね、する人いると思うんですけどね。俺たちのこと、プロゲーマーのこと、おい、ガラクタとか言った人、ほんと殴りますよ、やめてくださいね。まあそんなこと言ってるの俺に対してだけだと思うんですけどね。胸張った商売できないとかゴミだなーとか思ってた人、いや、もう見ててください。あ、ちなみに、あの、僕のことか、おいガラクタとか言ってる人、あの、僕たちも、あの、ちゃんとめちゃくちゃ税金払ってるんで、あなたたと同じく、あなたたちと同じく、あの、俺ね、社会の歯車やってます。はい、やめてくださいね、ガラクタなんかじゃありません。俺もな、なんか昔までは19歳ぐらいの頃は、俺は社会の歯車になんてならないぞー、税金なんてクソくらいだーなんてね、ニコニコーと思ってね、俺は動画投稿して好きなゲームをやって生きるんだーなんて感じたらね、いつの間にか5年後になったら社会の歯車になってました。なんて俺は暗いことを言ってるんだ。お、5、6年前ぐらいの俺だったら、うんちー、あいや、うんちーがやったのにな、ほんとそんぐらいのことしか考えてなかったのに、今や俺も社会の歯車になってしまった。そんなことはどうでもいい。もうみんなに現実を見せてはいけないんだ。税金とかいう、なんかもう現実社会に引きずり込むようなことはもうしないんだ。誰かに認められたい。誰かに、誰かのためになって、俺生きていたいとか変なこと言ってたんだよね。ちょっと頭おかしくなったんで、ちょっと普通に本題入ります。はい。まあ、何を俺ね、今話したいかっていうと、俺社会の歯車になったよーってことじゃなくて、あの、で、マジで電撃無限になる技があるんですよ。これなんかさ、シールドあんじゃん。リチャージ早くなったんだよ。右下見てもらえればわかるけど。で、これ使い切るとクールタイムになるから、そのリチャージ中電撃出せないんだけど、1ミリでも残しておけばすぐ電撃出せるんだよ。で、これね、リチャージが前より速くなってんだよ。お、炎上しねえぞお前。お、いや、マジでカバーがあったっけ味方の。2オン通過覚醒吐けます。いけますよ。この先は行かせない。いや、ちょっと待って、いる。おお、頭にモップかけやがってよお前よ。え、なんて、ちょっと海外にごめん、ちょっと声小さすぎてわかんない。え、ワンオンツ、ちょっと本気で行こう。まあ廊下じゃないんですけどね。一人プラントか。いや、フェイントかかったと思う、これやめたね。ちょっと待って、これ、え、ワンワンだ。あ、待って、こいつ鬼ごっこするわ。
頭にモップかかってどうしたんでちゅか。君のキャラクターのアイコンラーメンの替え玉みたいになってまちゅよ。悔しいでちゅえ。あ、これいくよ、ちょっといくよ。これ電撃100じゃん。これミリ残して走ってもう一回盾出すとすぐ電撃出せんの。ほらリチャージすぐするっしょ。これフルゲージになるのよ。はい、これで40ダメージで、もう一回走るじゃん。ふふふ、あ、悔しいね。電撃いつまで残るんでしょうね。で、これ一回試すと残り15秒だから電撃使い切るとこれ電撃出せなくなるんだよ。ほら電撃出せないんだよ。やば、ちょっと失敗したかも。あ、これいけたわ。あぶねー。はい、勝ち。ほらでしょ。だから電撃使い切らずに鬼ごっこするとマジでワンワン勝率100になるから、これみんなやった方がいいよ本当に。はい、社会の歯車のこれアドバイスですね。いや俺さ、前のマッチでさ3層でノックとワンワンしてたじゃん。頭にモップかかったやつ、あいつとワンワンして「うくよちでちゅでー」とか言ってたじゃん。あれ俺の数少ないフレンドだったわ。レインボーシックスシージやってるフレンドでしたね。だからなんか俺そしたら、いやーなんか俺とマッチしたねーってダイレクトメール送ったら、いやもうマジで暮らしてください、ほんと盾使うのやめてくれませんか、チームキルもこちら起こしてしまいますしって言ってたから、俺がダイレクトメールでそんなことしてたら君たち僕のお金にしちゃうよーってねチャットしておきましたね。はい、まあ俺のね数少ない友達が一人失ったんですけどね。まあでもお金に換えることができたんで満足です。はい、友達よりもお金ですかね。はい、やっぱこっちはね俺社会の歯車として胸張って生きてるんでやめてくださいね、そういうこと言うの。あ、ちょっとでも壊れてきた、やばい。友達を一人失って俺はもう頭がおかしくなったかもしれない。いやもうねダイレクトメールでわざわざね煽っといたんで、はい、多分全然友達ではないそれ以外の4人の人はね、多分ムカついてますね。メルトンマジ気持ち悪い、なんなのあいつ。もうお金のことしか考えてない絶対思ってる。いやそんなことはない、俺はねお金のことじゃないんだよ。みんなに真実をお伝えしたいからね。そう、真実を 100% お伝えするにはこのフレンドだろうが身内だろうが煽るというのが大事なんだ。出た、バイオハザードスキン、かわいいねゾフィアちゃんね。敵部隊が爆弾を見つけた。はっ、お前人んちに不法侵入すんなよ。お前は潰すわ。いやうますぎ。俺なんかうまいんだよな。いや俺クラッシュマジ得意。いや EMP をちょっとね俺に投げてくるのは賢いと思った。あのサッチャー結構優秀だね、頭いい。イーティングマイプープくんうまいね、 EMP 投げるやつ天才だと思うよ。なんかバリケード落としてるよね、どこだこれ。いやトイレ入ってくるな、これスタン投げすぎ、トイレに絶対入ってくる。これいたな、ノーマットか、ね、1、2、非常階にもいるか、3、4、お前は潰す。うわっしゃ、多分こいつ負傷したわ。ほらこれマジで倒せるっしょ。いや簡単、待って一人死だ。やっぱクラッシュはね一人にされるともう何もできないからね。ちなみにもう0-2 だからね、このラウンドはもう意地でも取りたい。いや俺クラッシュ使ってる本人はもう姫みたいなもんなんで、キャー怖いってやるしかないんでね。もう味方つえー、騎士様4人つえー。でもそんなもんよ、クラッシュなんて味方依存だから。いやでもね俺のクラッシュはパワーあるんだよね、ちゃんと。あ、これねちゃんと俺が1ミリも かずにこうやってやるとあるに味方が起動してくるから、ほらこれマジね、クラッシュ使う人はやってほしい。アルニのね再起動でリスクあるからね、クラッシュで壁作ってあげてアルニ起動してこのレーザーの前でクラッシュ戦うのめちゃめちゃ強いからね。いやこれだって投げ物も抑制できるし、相手電撃与えたらここ入場できなくなるから、ね、いやアルニのレーザーとクラッシュめちゃくちゃ相性いいんだよね。いやこいつはいずれもうどこか行くから、だって俺とレーザーいたら無理だもん。こんなとこでフラバン使っても僕のこと倒せないねーって感じ。あ、ちょっと待って、なんか4対2になってる、やばい、なんかピークが激しくなってくる味方の。ちょ落ち着け、まあクラッシュいるし勝てるやろなんて考えたら死ぬぜ。あいつガレージ行ったな。いやもうだからこの階段にはもう二度と来ないから正面ファイトするだけで終わり。いやこれ強いよね。いやクラッシュのね使い方ね、やっぱ他のガジェットとね掛け合わせるとすげえ化ける、ね、おーやばくない、ちょっとほんとドンピ、ビジルも激動だから。お前だけ潰すか、何回も電撃与えてるから、これ一発5ダメージだから。いやこいつ絶対50以下。うわ、うますぎ俺、今の瞬間でガードすんの。ちょっと左向いて。2、3。あ、ナイス。
え、これや、いやマジで俺うまい。はい、ということで皆さんね、今日言ったことは全部本当なので全部真似してくださいということで、メルトンでした。バイバイ。